余計なおしゃべりを、始めにやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。 始まったか。ええ。誰ぜよ。 不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ坂本龍馬さんよ。 維新の英雄坂本龍馬の暗殺より、わずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し、 幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
どういたがぜよ。わしは医者じゃ。見てみ。つい先ほどから急に腹を押さえて。腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医しか治せんしのものじゃ。そんな。とにかく急いで運ぶがぜよ。 誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。